解放するよ。解放するよ。ちょっとだけ首かしげてる。解放するよ。楽しみ。楽しみな人。ああ。ああ。楽しみな人。ピンとこないの？ねえ。いいの来たよ。またいいの来たよ。わかってる？わかってる？いいの来た。ねえ。楽しみ。楽しみですか？あ、ガサガサしてる。あ、ガサガサしてる。皆さんこんにちは。クレアンズ桜子チャンネルのママです。今回も動画をご視聴くださりありがとうございます。今回はですね、ドギーボックスさんから4月号が届いたので、早速開封してみたいと思います。もうクレイも桜子も何かを察したのか、もうね、待ちきれない感じです。4月号はどんなのが入ってるか楽しみだね。じゃ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 ん、できた、ドギーボックス。なんか顔が見えてる。すごーい。ソファーのところに行きましょう。ビニールついてる。
はい、ということでね、早速一つ一つ商品をね見てみたいと思います。最初は何が出てくるかな。こちらはおもちゃみたいです。蜂と蜂の巣のおもちゃになってるそうです。この蜂の巣からね出てきたこの蜂蜜の部分がパリパリとね音がね鳴って、クルエさんがね大好きなタイプのおもちゃでした。先の方がプープー鳴らせる他に、こうして隙間がねあるので、ここにねおやつを隠して飼育玩具としてもね遊べるみたいですよ。すごいですよね。とっても可愛いです。一つでね何通りにも遊べそうで、すごく優れもののおもちゃだと思いました。そしてね、こちらのハチさんもプープー鳴らせるんですよね。お顔の表情もとっても可愛くて、春にねぴったりだと思います。そしてね、面白いなと思ったのが、なんとハチさん、ハチの巣にね入れることができるんです。ということはですよ、ハチさんを取り出して、さらにハチミツ部分を引っ張り出しておやつを探してゲットするということですね。結構難易度が高いですかね。そしてね、おやつの方なんですけれども、こちらは鶏ささみの細切りになっています。こちらはカツオスライス、減塩って書いてありますね。健康に良さそうです。どちらもね間違いなくクルエと桜子が大好きなおやつです。もう桜子はね早くハチさんのおもちゃで遊びたそうなんですけれども、ちょっと待っててね。そしてね、もう一つ最後に、こちらはふわふわソイフレークと書いてあるので、大豆でできてるんですね。こちらをおやつとしてそのまま揚げてもいいそうですし、我が家はね、せっかくなのでフードのトッピングとして食べてみたいと思います。それではね、早速ハチさんのおもちゃで遊んでみたいと思うんですけれども、せっかくなのでね、鶏ささみの細切りをおもちゃにね仕込んで遊んでみたいと思います。このチーク玩具タイプのおもちゃは桜子がとっても大好きで、結構ね夢中になって遊ぶんですよ。はいはい、わかりましたよ桜子さん、催促しないで。この蜂の巣だけでも遊べると思うんですけれども、せっかくなのでねちょっと難易度上げて蜂さんも入れてみたいと思います。はい、パパ投げるよ。はい、ということでね、早速パパが放り投げたんですけども、いきなりね蜂さん飛び出しちゃいました。やっぱり思った通りね、桜子の方が食いつきましたね。この蜂の巣なんですけども、丸い形状なので転がっちゃって、結構これ取り出すのね難易度高そうです。できるかな桜子。ちょっとね様子を見てみたいと思います。ちょっと難しい、必死必死。頑張れ頑張れ。クルさんこっちで遊ぼうね。ちょっと厳しいかなこれ。ねえ、桜顔が見えなくなっちゃった。あ、すごい力、すごい力。取れる？取れない？取れる、確かにするね。取れないかねこれ。鼻息だけがひたすら聞こえるっていう。だからさ、どんどん奥に行っちゃうんだよ。はい、くれくれくれ。ニューする？ニューする？どう？やりたい桜も。すごいな。すごい執念がすごい。ああ、いけるいける。出てきた出てきた出てきた。ああ、いけそう。そうだそうだ。ああ。歯入ってる、歯入ってる。そうそうそう、顔を引っ張ってる。すごい。押し抜けた。あー、そう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 。お、お。あ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。いける、いける、いける。あ、落ちた。落ちた。あ、落ちた。落ちてるよ、ほら。ねえ、ねえ、ここ。え？え？ねえ、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 ねえ。ここ、ここ、落ちてる。ほら。ほら。ほら。
っと落ちてる。よし、クラゲット。さくらも取れたかな。取れた。3個ぐらいいる感じ。3個ぐらい入ってる。取れた。取れた。さくら取れた。まだ入ってる。見える。あ、まだ入ってるって。さくら、ほらほら。ムールないから。あ、でも食べた食べた食べた。やったじゃん。はい、ということでね、クレイさんも桜子も無事におやつゲットできました。よかったね。美味しかったかな。はい、それではね、早速おやつの減塩カツオスライスを試食してみたいと思います。カツオはビタミン B を多く含んでいて、貧血の予防に役立つそうです。こちら燻製されているので香りがね、とってもいいんです。きっとね、人間が食べてもとっても美味しいんだと思いますよ。どんな味がするか感想教えてね。おさわりおさわりおさわり。待って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 だよ。待って待ってだよ。よし、えらい。よく待った。あれ、落ちたね、かけらが。まあ、美味しいに決まってますよね。よかったね、クレイとさくら子。そしてね、こちらのふわふわソイフレークの方は、早速フードにかけていただきました。こちらは大豆を丸ごとじっくり煮込んで、フレーク状に仕上げてあるそうです。おからを捨てることなく丸ごと使用されているそうなので、健康にもね、とっても良さそうですよね。待って。うちの子たちはね、美味しいものを目の前にするとよだれが垂れちゃって、それがね、唯一困ることです。そしてね、最後に紹介させていただくのは、自然流シャンプーとトリートメントです。こちらはですね、なんと35種類の東洋と西洋のね、ハーブを使用したシャンプーとトリートメントということなんですけれども、すごいですよね。この成分だけ見てもとってもね、体に良さそうです。桜子がね、最近アレルギーが本当にひどくって、体のね、買い替えがね、結構ねひどいので、シャンプーとかもね、これから気をつけていきたいなっていうふうにちょうどね、思ってたところでした。なのでね、こういうシャンプーとトリートメント本当にね、ありがたいです。香りもね、アロマの香りみたいで、本当にね、癒されるんですよね。クレイと桜子も一生懸命ね、クンクン匂いを嗅いでましたよ。やっぱりいい匂いしたかな。はい、ということでですね、今回はドギーボックスさんの4月号の中身をご紹介させていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ドギーボックスさんのね、ホームページなど詳細は概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひご覧になってみてくださいね。それでは今日の動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いいたします。コメントの方も毎回とっても楽しみに読ませていただいております。ぜひ一言だけでも大変励みになりますので、よろしくお願いいたしますね。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。